小一の時、祖父と一緒にバス停留所でバスを待っていた。突然、ベンチに座っていた中年のおばさんが、立てなくなった、と青い顔をしていた。隣にいた青年がおばさんの手を持って引っ張っても立てない。ふと見ると、ベンチから両手が生えて、中年のおばさんの両肩をがっちり掴んでいるのが見えた気がした。しばらくしておばさんは何事もなかったように立って、お騒がせしましたと謝ってたが、祖父が悪いことは言わないからすぐお払いを受けなさいと忠告していたのを覚えている。小さい頃から見える子で、怖いものも良いものも見てた。幼稚園の時、冒険だーと自分と姉の寝室に行った。干してる洗濯物にパンチとかして遊んでたら急に怖くなった。今に戻ろうとしたけれど、部屋の中央で金縛りにあった。今までにない金縛りで、呼吸もできなかった。すると昼まで晴れてたのに急に外が真っ暗になった。そしたら窓の近くにある横三つ並んでるクリアボックスからニューッと顔が三つ出てきた。だんだん表情がはっきりして、左から悲しい顔、中央が怒った顔、右が苦しんでる顔だった。どんどんそれは出てきて、顔がひっついた。そして腕が3本あり、身長は2メートルくらいあった。皮膚はカサカサで細く、上は裸で下は着物だった。今でもよく覚えてるけど、アシュラ像にすごく似ていた。どんどん歩いてくるんだけど、でかいのに一向に近づかないんだ。部屋は6畳で、2メートルもあったら突っかえるはずなのに。気づくと部屋自体がぐにゃーって歪んで真っ暗の空間にいた。もう部屋とは違うところだ。そいつがズンズンと音立てて近づくたびに体が重くなり苦しかった。でも金縛りで動けない。子供ながら魔物に殺されるんだなと諦めた。でも悔しくて全身に力を入れてみたんだ。そしたら金縛りは解けて部屋も元に戻った。それが驚いてるのが分かった。今のうちに逃げようと思い、開いているドアに向かって走り、部屋から廊下に出るときにジャンプした。その時、また金縛りにあった。俺、空中に浮いてたんだ。顔は前向いたままなんだけど、右側、部屋だけ異常に見えた。視界に入ったのはそれだった。顔が三つとも憤怒の表情で、全身が真っ黒に変化した。大きな口を開け、腕を伸ばしてきた。正確には上半身と腕が伸びた。その大きくカサカサした腕が、俺の腕に触れたとき、もう一度だけ、力を入れた。また金縛りが解け、床に足がついた。後ろで、と今まで聞いたことのない鈍い音がした。幼稚園くらいの時の思い出なんだけど、浅川を父親と一緒に橋の上から眺めていたら、ものすごく大きい錦鯉みたいなのが2匹泳いでいた。川幅が結構広いんだけど、2匹並んで川幅いっぱいになるくらい大きい錦鯉だった。金色と橙色だったんだけど、あれは小さい時の
幻だったのかな。父親に言ってもそんなのはいなかったって言われる。大きくて綺麗で今でもぼんやりとだけど覚えてるんだよな。俺の実家がある町は沖縄の水族館が有名なところ。子供の頃、俺、母、妹、当時3歳で水族館がある公園に行った。母親がトイレに行っている間、歩いたり走ったりする妹の後を追っていた。そしたら妹がふっと消えた。本当に煙みたいに目の前から消えた。何が起こったかわからなくて唖然と立ち尽くしていたら母親が戻ってきたので説明。その場に居合わせた大人も消えたのを見たらしく大騒ぎに。探しても見つからないのでいよいよ警察だと話していたところに迷子の案内放送が。慌てて迎えに行くと、ご機嫌でジュースを飲んでいる妹と見知らぬ親子。その親子は関西からの観光客で、公園内を歩いていると草むらから子供が飛び出してきたので驚いたらしい。周りに人がいないので迷子だろうと連れてきてくれたとのこと。公園内はすごい広くて、俺がいたところと妹が出てきたところは端と端で、公園内のバスに乗って移動しなきゃ厳しい距離。不思議だし説明つかないんだけど、無事見つかってよかったと一安心。なぜか妹はその親子の男の子、小学校高学年くらいにべったりで離れようとしない。男の子は困ってたけど、なんとか引き剥がしてお礼を言って帰った。それから20年経った頃、地元を出て関西で働いていた妹が結婚した。相手はとっても優しそうな人でみんな喜んだ。で、ある日妹から母親宛に電話がかかってきた。義理の兄になったその人はご両親ともに亡くされてるんだけど、それの片付けの延長線でアルバムを整理してたら、幼い時の自分にそっくりの子が子供の頃の旦那と写ってる写真が出てきたという。旦那に聞いても、沖縄に行ったことはあるが、その写真は覚えていないという。お母さん何か知らない?との内容だったらしい。母親はびっくりして妹に、当時妹が消えた話をし、もしかしたらその時の人たちだったのかもしれないけど、他人の空似だろうと言ったら、とにかく写真を送るから見てほしいと画像を送ってきた。母親はその画像を見て仰天。これは間違いなく妹だと確信したらしい。当時母親は裁縫に凝ってて、念願の女の子だったこともあり、よく手作りで洋服を作ってて、その時も母が制作したワンピースを着てたから間違いないとのこと。その話を聞いて画像を見た俺は鳥肌。どう見ても妹だった。きっとあまりにも妹が男の子に懐いているから、ご両親が微笑ましくなって撮影したんだろうとの結論に至った。こんなことってあるんだねと母親に話したんだが、妹が突然消えたのだけが謎。本当に謎。あれ?と思った時にはもう消えてたんだ。あの感覚だけは今でも覚えてる。ちなみに妹と旦那の出会いはどこかの居酒屋で、その店がぼや騒ぎで外に逃げた後知り合ったらしい。今は高速道路の立ち退きで亡くなったけど、
8歳くらいの頃に住んでた場所があって、自慢じゃないけど、かなり大きな家に住んでた。土地も山と畑と田んぼがあった。母屋とは別に家がいくつかあって、その中の一つが農機具とかしまうとこだった。その建物の奥に扉があって、開けると一面すっごい綺麗な平原が広がってて、綺麗な花とか咲いてて、少し先に井戸があって、その周りで女の子たちがいつも遊んでた。その話を久しぶりに思い出したから両親にしたら、そんな扉はなかったって言われた。小学校5年の時の5泊6日の自然学校。初めの1泊は宿舎、あとはテント泊って予定。キャンプ場についていろいろ説明を受けた後、宿舎に行き、50畳くらいの部屋に入った。自由時間があって、みんなと部屋の中走り回ったりなんかして遊んでたんだけど、飽きてきて誰も見ていない時に、布団が集まってる押し入れに入って隠れた。誰かを脅かしてやろうと思ってね。そしたら急に眠気が襲ってきた。目が覚めたらまだ押し入れの中にいた。ああ、寝ちゃった。やーべえ。と思って押し入れ開けたら、外には誰もいないし荷物もなかった。怖くなってとにかく部屋を出て靴箱のところに行った。そしたら先生がいて、まるまるくん、まだいたの？早く、もうバス出るわよ。わけもわからず先生についていくと、みんなが集合してバスに乗り込んでいた。最終日、帰る日だった。中4日の記憶が全くない。さすがにずっと寝てたとか忘れられてるなんてありえないし、本当不思議だった。予定にあったカレー作りやテントで寝たり、山登ったり、ボートに乗った記憶もなかった。飯盒炊飯のために持ってった材料もそのまま残ってたしな。さらに不思議だったのは、合宿中につける日記帳には感想文が書いてあったんだよな。しかも俺の字じゃなかったっていう。その字はノートのマス目いっぱいの大きく、まるで定規で書いたような字で特徴があった。月日が経って6年になって、たまたま友達のノートを見たら、自然学校の日記帳に書いてた字と全く同じで、あれ？って思って、そいつに変わった字書くねって言ったら、ハッとしたような顔してた。勘違いかもしれんが。そしたら、次の日からそいつが来なくなり、引っ越してった。子供の頃、住んでた町の大木に雷が落ちた。大人二人で、やっと手が回るくらいの大きさの木。当時、マンションの6階に住んでて、その時はずっと遠くの雷を見てた。で、すぐそこの並木道に落ちた瞬間を見た。まさかこんな近くに落ちるとは思わなかった。近くで遊んでた妹はひっくり返って驚いてた。妹が見に行きたいってぐずったけど怒られた。正直僕も行きたかった。木のかけらが欲しかったから。だから夜中、家を抜け出すことにした。午前1時、妹に叩き起こされて出発。雨は上がってたけど、ジメジメがすごい。現場まではだいたい5分くらい。到着すると妹が、すごい、すごい、と興奮してる。すごい、こんな太いの折れた、って言うと、違う、下。根っこのとこ。
よく見ると木の周りに猫がいっぱい集まってる。10匹はいたと思う。わーって近づいたら、なんか大型犬くらいのやつが上にいてこっち見てる。睨まれた瞬間、一歩も動けなくなった。すぐに霧みたいになって消えて動けるようになって、急いで家に帰った。帰る途中に妹が、銀色綺麗だったね、なんて言ってたけど、僕にはそこまで見えなかった。中1の時、自室で毎晩3ヶ月くらいの間、ベッドの左側の壁に3人の外人が複雑な顔して映ってた。私は沖縄に住んでるんだけど、もしかしてアメリカ軍の戦死者か何かかなって思ってる。母がベッドの脇に塩と、ベッドの引き出しに魔除けのハサミを入れたら、それ以来見えなくなったんだけど、母以外に打ち明けても信じてもらえなかったから書いてみた。小学6年の時、祖父の軽トラの荷台に乗って山の中をドライブしてもらった。運転席とかの人が乗るスペースに背中を預けて、足を投げ出して座って、後ろ向きに流れていく景色をいとこらと眺めていた。すると不意に、ポンっていう軽い音がして、喉に何かが入ってきた。何かが口から入ってきた感覚で、喉に何かが詰まってる感じがする。私は口を O の形にしたまま、軽く呼吸困難になった。その様子に驚いたいとこらは運転席の窓を叩いて緊急事態を祖父に知らせ車を止めた。祖父がどうしたと言いながら降りてきた。私は苦しいと祖父に伝えようとしたところ激しく咳込んだ。そしたらジブリの真っ黒クロスケみたいな黒い何かが口から飛び出した。そしてその真っ黒クロスケは軽トラの荷台の隅っこを結構な速さで移動して、軽トラの下の方に落ちてった。気がついたら喉の詰まりはなくなってた。驚いていとこらとしばらく顔を見合わせてた。でも祖父には見えていなかったようで、なんだ、タンでも絡んだかと笑ってた。何かの虫かなって思ったけど、正面から風を受けてたわけじゃないし、喉から出てきたやつの動きは虫には見えなかったし、何だったんだろうなぁと、今でもお盆とかにいとこと会うとその話題になる。ガキというか、中学時代の記憶なんだけどさ、彼女がいた記憶がある。というか、確実にいたはずなんだけど、誰もそのことを知らないんだよな。クラスの彼女がいる奴らで、大人数デートしたことも記憶にあるんだが、お前は参加してねえよ、とのこと。でも、その大人数デートの内容は記憶にはあるので、詳しく話すと、なんで知ってんの？怖い。とか言われる。俺はクラスの A 子と付き合ってた。A 子にそれを確認したら、すごい顔をして否定しやがった。俺の記憶違いかもしれないし、裏で俺を陥れようとしているのかもしれない。小学2年か3年くらいまで、空中を漂う金色の金魚みたいなのが見えてた。基本的には姉ちゃんの周りをふわふわしてるんだけど、飼ってた犬の頭でくつろいでたり、俺のお菓子横取りしたりと、
家の中を好き勝手にうろちょろしてたから、うちで飼ってるペットかなんかで、姉ちゃんに懐いてるんだろうと思ってた。今考えたらおかしいよな。変なもん見えてたんだな。という話を大学生の兄ちゃんが里帰りしてきた時に話した。兄ちゃんは、お前高校生にもなって何言ってんの?って言ってたんだけど、姉ちゃんは、なんでいるの?とか言い出した。実は姉ちゃんも小学2年の夏までその金魚が見えてたらしい。だけど俺が生まれるちょっと前に見えなくなったので、あれは新しく生まれてくる弟の魂だったんだと思っていたんだと。それなのに俺が生まれてからも金魚がいたということが分かって驚いたらしい。友達だと思って楽しく話していた人が実は全然違う人だったと発覚した時の気分に似てるとか言い出して吹いた。そんな体験したことねえよ。しかしあの金魚みたいなのは何だったんだろう。姉ちゃんはまだ家にいるんじゃないかと時々キョロキョロしてる。見えないくせに何してんだよ。姉ちゃんが言うにはショーベタとか言うのに似てるらしい。魚詳しくないからわかんねえ。あと寝返り打った犬に潰されても平気そうにしてたのが不思議。普通ならぺちゃんこだよな。触った感じはグミっぽかったけど、グニグニしてたら嫌がって逃げてたな。俺は3歳くらいの頃、旅行に行くたびに昼寝してその地の神話を夢で見たそうだ。全く覚えてないけどね。神話ってんだから本当にあったんじゃないかな。神話の内容を夢で見るなんて偶然ならすごい確率だろうし。子供の頃、母に連れられて近所の八百屋まで行った。母が買い物している間、暇なので八百屋の前にある空き地で待ってたんだけど、不思議な立て看板が立ってた。そんなものいつもはないんだよ。その日だけ立ってたの。で、子供だから背が低いし、看板高い位置にあるし、夕方になりかけで薄暗いし、字も難しくてよく読めないんだけど、昔風の不思議な印刷物で浮世絵みたいなのが書いてあって、不思議な文字、過去相撲とか歌舞伎の文字みたいな、江戸文字っての。それで、ここで狸に化かされると魂抜かれるから要注意とか、そんなことが書いてあるっぽいのだけど、字が難しいのでよくわからない。八百屋の前には大勢人がいるんだけど、その立て看板を見てるのは私一人なんだよ。一生懸命読もうと背伸びするんだけど、だんだん暗くなってきて、ますます読めないんだ。そのうち母が買い物を終えたので一緒に帰った。みちみち、あの変な看板なんて書いてあったの?と聞いたら、そんなのあった?数年前に母にこの話をしたら、八百屋の前に空き地なんてなかったよ。そんな母は2年前病気で記憶をなくしてしまったので、今はもう確かめようもないのだけどね。1985年の夏だったんだが、母親と弟と三人で盆踊りに行って、車で帰る途中に見た夜空がすごかったんだよな。どうすごかったかというと、車のフロント正面から映る空一面、星、星、星って感じで、さらに巨大な彗星まで浮かんでた。プラネタリウムの星空がイメージとしては近いかな。弟も見てて、二人してすげーとか言ってはしゃいでた。
母親の感想も聞きたくて話しかけたんだけど、当時免許取り立てで暗い夜道を走ってた母親はかなりテンパってたみたいで、話しかけないでと一喝されてしまった。家に着いてから聞いてみたんだが、そんな夜空は見ていないらしい。今思い返すと、比較的都会だったあの街でそんな夜空が、というか規格外の彗星が存在している時点でありえないはずなんだが、似たような経験した人はいないかな。うちのじいちゃんが不思議な雨乞いをする人だった。稲の苗が育つ時期に何日も雨が降らなかったりすると、子供を河原へ連れて行き、川を見ながら抱きかかえて上下させる。そうすると不思議に雨が降った。小さい頃の私は当たりのいい子だと言われて、よくその雨乞いに使われていた。なんかよく覚えてないんだけど、その後小学校に上がる頃、近所の拝み屋さんに連れて行かれ、おみきを渡され、これを月に一度川に流して水神様にお詫びしなさいと言われた。それは結婚して郷里を離れるまで続けていた。周囲の人に言われるがまま、わけもわからずやってたんだけど、今思えばじいちゃん結構あれやばい方法だったんじゃないの？と思っている。小学 4,5 年生くらいの夏休みだったかな。夜の7時くらいに夏祭りの盆踊りの練習で母と一緒に家の近所の工場の駐車場に行った時の話。うちの地元では夏になると山車を引っ張って町中を練り歩いて、ちょっとした広場とか空き地とかに着いたら 2,3 曲盆踊りみたいなのを輪になって踊るっていうお祭りがある。正直なところ、クソ暑い中を延々歩かされるお祭り自体は苦行でしかなかったんだが、親公認で夜に出歩ける祭りの練習は毎年の楽しみだったんだよ。よく俺と同じように親に連れられてきた友達と一緒に踊りの輪から抜け出して真っ暗な駐車場の奥の方とその脇にあった畑、かっこ梅の木が植えてあった、を使って遊んだっけ。で、ある晩、いつものように暗がりで鬼ごっことかくれんぼを足したような遊びをやってたんだ。俺が鬼で30数え終わって、さあみんなを探すかなって感じで駐車場から畑側に向かおうとした時だった。隠れてたはずの友達が泣き叫びながら畑の方からこっちに全力で走ってくる。なんだよ、なんかあったのか？友人 A が、ガン泣きしながらわけわかんないことを叫んでた。友人 B、 A がお化け見たんだって。俺見てないけど A 見たんだって。なんかすげえ興奮してた。友人 C は果てな顔。二人が駐車場側に駆け出したからとりあえず追いかけてきたらしい。その後 A と B を落ち着かせて話を聞いたら、 B が言うには、最初 A と B は一緒に納屋っぽい小屋の裏に隠れてたらしい。けど A が、二人一緒じゃ見つかるから奥に行くわって梅林の奥の方に歩いて行ったんだと。 B がそのまま小屋裏に隠れてたら奥に行った A の悲鳴が聞こえた。ややあって泣きながらこっちに走ってきた A に抱きつかれたんだとか。 A は泣きながら、お化け、お化けが出たとか言ってたらしい。 B はとりあえずみんなと合流しようと考えて駐車場に行こうとしたんだそうだが、その時二人のすぐ近くの梅の木が急にガサガサガサって揺れたんだそうだ。それで B もパニック、二人して全力疾走してきたんだと。 A が言うには、梅林の一番奥にある作りかけのブロック塀にブルーシートがかけてあるところまで行ってたらしい。
そこでシートの下に隠れようとしたところで、ふと見られてる感じがするのに気がついたと。その辺を見回したら、梅の木の上にでっかくて白い牛と芋虫の愛の子みたいなのがいて、人間みたいなニヤニヤした顔でこっちを見てたんだそうだ。その後はさっき B から聞いた通り、ガン泣きで全力疾走。その日は遊ぶのやめようってことになって、みんなおとなしく踊りの輪に戻って親と一緒に帰った。帰りの道すがら母にそのことを話したら、夢でも見たんでしょと笑われたのだが、家に帰って親父にその話をしたら、おー、A ちゃん、あったさん見たのか、よかったなぁ、とか言って嬉しそうにしてた。なんでも、その牛芋虫は、あったさんとかいう古くから地元にいる福の神的な何からしい。見た人は一生金に困ることはないし、その家もすんげえ栄えるし、ついでに出世もするとかなんとか。今でも A とは友達だが、俺が思うにご利益はなかったんじゃないかと思う。小学校低学年くらいの時の話なんだけど、学校帰りに家の近くの歩道を歩いていたら、向こうから来た人に声をかけられた。その人は男で、黒い背広を着て、ものすごく背が高かった。子供だから背が高く見えたわけじゃない。確実に周りの人よりも頭一つ大きかった。それで、世の中にはこんな人もいるんだなぁ、と印象に残った。手足が細くて、雲みたいな感じ。不思議なことにどんな顔だったかは全く記憶に残ってないんだ。マスクとかをしてたのかもしれない。その人が、僕、家はこの近所かい？と聞くんで、そうだよ、と答えると、ちょっと頼み事があるんだけど。当時は今みたいに子供が知らない人と口を聞いたりしてもそんなに不審がられなかったから、何ですか？と答えると、あそこの赤っぽい壁の家に入りたいんだけど、入れないんだ。ほら、玄関の上に神社のお札が貼ってあるだろ。あれがどうも嫌なんだ。僕、取ってきてくれないかな？と言う。と考えて、人んちのだから取れないし、第一あそこまで届かない。おじさんが自分で取ればいいじゃない。と答えると。そうだよね。そう思うよね。いいよいいよ。なんとかするから。そう言って、僕ありがとうね。と手を振って向きを変えて歩いていった。このことはすぐに忘れたんだけど、次の年の3月にその家の家族が引っ越していった。亡くなった人とかはいなかったと思う。ただ、その家の前を通った時にお札を見たら、上に手の跡がペタペタとついて真っ黒になってた。今までにない金縛りで呼吸もできなかった。すると昼まで晴れてたのに、噛んじゃったよ。幼稚園くらいの時の思い出なんだけど、朝川かな、どっちだろう。ググれ。朝川か。